だから、まあ、ある意味今日の質問のテーマは自分としての自信の作り方ではないかなと思うんですよね。で、自分としてどうやって自分の自信を作っていくかっていうことに関して言うと、まずちょっとこう話を聞くと、理由もなく不登校になって引っこもっていましたっていうことはあるじゃないですか。理由もないっていうのはなかなかないんですよね。やっぱちょっとした嫌なことがあったりとか、ちょっとしたこういさかいがあったりして嫌になったんでしょうね。嫌になったんで、そういう時に一番気づいてないのが、そういう理由もないっていう自分で感じている時が怖いんであって、結構気づいてるんですよ、うん、結構そういう時って本当は我慢できるんだけども、なんかこう嫌だなっていうのが溜まっていくと、小さなね心の傷が溜まるんですよね、うん、変わっていくといきなりね、もう止められなくて不登校になったりとか、止められなくて離婚しちゃったりとか、やっぱあるんですよね。だからある意味心ってすごい内部っていうか、こう繊細なものでね、肉体の傷は結構すぐ治ったりするんだけども、心の傷って、ね、治らないし見えないし、自分でも忘れちゃって埋めちゃうんですよ。で、そうしていくと知らないうちに自分をコントロールしていくんですよね。コントロールして、要するに、うん、なんかこう心の嫌な気持ちがあるでしょ。気持ちが溜まっていくと、突然その小さな心の傷がね、モンスターみたいになって自分をコントロールし始めるんですよ。傷の方から突然何かが嫌になるんですよ。突然何かが怖くなるんですよ。で、おっしゃるように、なんで理由もなくっていうこの感覚、なんで自分はこうなんだろう、だから一気に起こんないんですよ。ちょっとしたものの積み重ねの中でこういうことは起こり得るので、でそれに関しては素直に、あ、自分は傷ついていたんだっていうふうに認めないと、なんかこうブレーキとアクセルを両方踏んでる形になって、なんか進まなくなる時があるんですよね。で、そういう時にね、私はいつもこの永遠のブッダ出てきました。永遠のブッダをちょっとお勧めしたいんですけども、その永遠のブッダのちょっとね話の中に、80ページからいきましょう。80ページにこういうところがあります。お前たちが心しなければならぬことは、自分の名前で他人の人生を生きることではなく、自分の名前で自分の人生を生ききるということなのだ。自分の人生は自分以外には生きてくれる人はいないのだ、というふうに書いてあります。まあ、先ほど言った、この自信をつけていく中において、人と比べるという気持ちがどうしても出るじゃないですか。で、世間のスタンダードに合わせる。家のスタンダードに合わせる。で、それはね、どこまで追いかけていってもね、苦しいだけなんですよね。やっぱり、それを一つのきっかけとして、自分としてのスタンダード、自分としてこの世の中で何か貢献できる生き方、生き様、そういうものを、設計していかなきゃいけないと思うんですよね。で、その中で、まあ、ちょっと話は前後しましたけども、どうやったらまずその土台を築けるかっていうところ、自信をつけるための土台を作るためには、まず傷の存在を受け入れて、その傷を癒すことが必要なんですよ。で、それのためには86ページにあります。ちょっと前の方から言うとね、84ページからいきましょうか、すみません。過去そのものをあまりにも長く引きずり、それを自分自身のように思い込んではならない。お前たちの人生は日々の出発であるのだ。日々新しい人生を生きているのだ。そのことを忘れて過去そのものを引きずってはならないのだ。正直に生きている人であっても、過去の傷口に触れると途端に心を閉ざし、あるいは饒舌になり、己の傷口を隠すように振る舞う人がいる。ただ私は思うのだ、過去の傷口をいたずらに隠すよりも、その傷口そのものを癒してしまう方が大事であるのだ。で、皆さん思うじゃないですか。どうやったら傷口が癒せるのかと。で、これよく聞かれるんですけども、その答えがこんなシンプルな言葉でまとまれています。この過去の傷口を癒す方法は、己の人生を十分に愛することなのだ。
己の人生を十分に愛し、その中から見事な果実を実らせることでもあるのだ。これが大事なことなんだ。こういうふうに書いてあるんですよね。どういうことかというと、こう、どうしても、なんですかね、私たちが不安になると、ああしなきゃいけない。こうしなきゃいけない。こんな資格を得た方がいいんじゃないか。こんな勉強した方がいいんじゃないかっていう、今、自分にないものを求め始める。じゃないですか。違うとこに行ってみよう。外国に行ってみよう。と思うんだけども、心はずっと皆様のと共にあるんですよ。どうすればいいのかというと、過去いろいろな心の傷があったと思うんですけども、それを一つ一つ見直して、その時にどんな気持ちであったか、どんな思いであったかというのをやっぱりこう一回掘り起こすんですね。で、そしてその中で問うんですよ。何を学んだかって。いろんなシチュエーションがあると思います。ああ、こういうふうな傷を得たのは、もしかしたら私が悪かったのかもしれなかったな。これは気をつけようという気づきがあるかもしれません。あるいは、この傷、あの人がストレスに負けてこういうことを言ってきたんだなっていうのがあるかもしれません。それぞれに傷に、それぞれに何かこう、考えさせられるきっかけが与えられてるんですよ。ああ、そのままやり過ごさないってことですか？やり過ごさないってことですね。で、そして、あ、ここで自分は何を学んだか、そしてそれをどういうふうに自分の中で宝物ですね、しようかと。人は、ありがたいことに心は同じなんですよ。みんな同じなんですよ。だからあなたに傷つくことは、すべての人が傷つくことなんですよ。だから、もしあなたがその傷をね、本当に自分で確かめて受け止めたら、まああなた自身は確実に優しい人になりますよね。優しい人になって、その悲しみが分かるからこそ、その悲しみを実は癒すことができるようになる。相手の。だから、悲しんだことがない人っていうのは、人の気持ちっていうのは聞くことができても癒せないんですよ。だからやっぱりこう、自分の傷みたいなものを魂の力に変えていくっていう方法があるんですよね。で、それが一つの心の傷の癒し方。その傷一つ一つを確かめていって、教訓に変えていって、優しさに変えていく。この作業をしっかり繰り返していくと、なんかもう同じようなことを思っても心が揺れることなく、あ、これはこういうことなんだというシュッと消えていく。そして自分がどんどん優しくなっていく、強くなっていくっていう形になると思うんですよね。なるほど。そういう方向で M さんご自身のこの傷を癒し、さらにご自身をこうあんまり自信がなさそうなので、その自信をもこう得ることができるですね。要するに傷がある人っていうのは自分のことにしか自分の傷しか考えないんですよ。だからある意味お父さんがどれほど辛い思いして働いてるかとか、お兄さんがどんな気持ちでいるかっていうのはなかなかわからないかもしれませんよね。どうしても自分傷があるとね。でも傷を一回一個癒していくと、あ、もしかしたら同じようなことをお父さんは考えてるかもしれないんだ、お兄さんは考えてくれないんだ、お友達が考えていたかもしれないんだっていうふうに、人の悲しみが分かるようになるんですよ。自分の悲しみを考えるとどうしてもエゴイズムなんですけども、それを通して人の気持ちを感じられるようになると、なんかね、なんか自分が癒されると同時に、なんか非常に優しいというか、優しいという言葉じゃないですね、かわいそうに相手が見えるというか、難しいですね。本当になんかこう転んだ子供を助けあげたいという、そんぐらいの気持ちにね、なってくるんだと思うんですよね。だからそこの自分の傷をどう受け止めるかっていうのはものすごいターニングポイントで、自分、それを人のせいにしたら、もうずっと人責めれますから。でもそれを客観的に見てね、あ、なんでこういうことが起きたんだろう。そして、ここから何を学べと言われてるんだろう。というふうに思っていったら、逆に強さと知恵と優しさの根源になるんだ。思うんですよね。そういうことがまず土台を作るための一つの道じゃないかなと思うんですよね。まあ、土台だけでもかなり人生観変わりますよね。変わると思いますよ。だからそれは誰にでも許されている道なんで、人生っていうのは一人一人に平等に同じぐらいの苦しみを与えているので、だからそれをどう料理するかっていうのは非常に重要なことだと思うんですよね。